愛媛 FC 背番号3番西岡大志です。前田です。大洲市では粘り気のある美味しい里芋が育ちます。その里芋を中心に鶏肉、油揚げ、こんにゃく、椎茸などを入れて煮込んだものが大洲の郷土料理、芋炊き。福北の里芋と醤油ベースの甘めな味、この甘さがなんとも癖になる、心がホッとする大洲市民のソウルフード。大洲らしく技術や独自性のある商品を大洲エーモンセレクションとして認定し PR しているこの芋炊きもその認定商品です。では、ではいただきます。いただきます。まず匂いからね。うわー、いただきます。匂ったら分かるやつや、これ。陽介、匂ってみ。分かる。匂いしおるね。醤油がね、まずこの醤油のベースやっぱね、作ってるな。ピョーン、ピョーン。で、とろける。やらっ、芋とろけます。いや、芋とろけます。今言った。これはでも、でもこれはもうすごいな。知らんやったわ。椎茸でかっ。めっちゃうまいっす。椎茸でかっ。これぜひ食べに行った方がいいぐらいの。食べに行くん、これ。え、食べに行くでしょ。食べに行くんか。いや、本当にこれはもう大寿司でしか食べられん。これは食べられへん、マジで。小豆こしあんを純国産わらび餅で包み、青大豆きな粉でまぶした大寿司の伝統和菓子。大寿らしく技術や独自性のある商品を大寿エーモンセレクションとして認定し PR しているこの月相餅もその認定商品です。大洲藩二代藩主加藤康興貴公の大好物で、康興貴公の後月相から月相餅と名付けられたと言われています。名付けたのは三代目藩主康経公と言われています。柔らかく口の中でとろけるきめ細やかな口触りが特徴です。じゃあ実際に食べてみます。実際に食べてみます。月相を食べます。月相餅。あもううまい。甘い。柔らかいっすね、やっぱり。ほんとに柔らかい。中が甘くて、あんこがすごい濃厚。この月相餅などの大洲の特産品を食べながら大洲の観光を楽しめる20代限定の企画があります。それが大洲エーモンオンラインツアー。自宅にいながら大洲の観光気分を味わいます。大洲市って何があるの？よくわからない。そんなあなたにこそぴったりのツアー、大洲の魅力を堪能できます。ぜひご参加ください。